どうも、この動画では、堀口教授、VS、セルジオ・ペディス2の勝敗予想をしていこうかなと思います。いやね、興奮するよね。まあ、試合がね、決まってすぐも、一旦ね、動画にしたんですけど、まあ、この動画ではね、ちゃんと勝敗予想っていうことをやっていこうっていうことで、でちなみにね、私、この Ryzen47 が会場でね、見ることにしました。 まあ、ライジンこれまでね、ペーパービューでしか見たことなかったんですけど、初めてのね、生ライジンですね。ライジン同廷卒業の日です。生ライジン参戦、生ライジン観戦、童貞卒業の日です。はい。まあ、目当てはね、もちろん、この試合ですよ。うん、ちゃんとやってねって話なんですけど、やっぱね、堀口教授の試合、 特に彼がね、ピークの動きをできるタイミングかつ、日本でやる試合って、結構これがもうラストチャンスに近いのかなと思っていて。うん。まあ、この試合もし負けるようなら、まあ、おそらく今後もライジンに出てくるかなとは思うんですけど、でも負けてしまうとね、なんか今後、ん、ピークパフォーマンスは出なくなるんじゃないかなというか、なんだろうな。やっぱ一番堀口教授に幻想を抱ける状況で、で、日本で、 見れるってのはもうこの試合が最後になるんじゃないかなって思ってだって勝つ場合はねもう海外行くでしょうまた、うん、日本でやることなんてないじゃないですかここ勝つならねだからねうん一番いい状態で日本で堀口教授の試合を見れる最後かなってなんか思ったんでだから生で見ることにしましたうんやっぱ一回ぐらいね生で見たいしねライジンをだからまあ今回見に行くことにしたんですけど で、この試合なんですけど、結論から申し上げるとね、私は堀口教授、判定勝ちを予想しようかなっていうところで、ただ、堀口教授ファンすぎるんで、あんまフラットにね、予想できねえなってなって、まあ、これは最近だとね、まあ、平達郎に対しても言えることなんですけど、なんかこの二人の勝敗予想するときはね、必要以上になんか熱が入ってしまうというか、なんか一番負けてほしくない二人っていう風になんか思っちゃってね、 でもわかるでしょ格闘技好きなら、この気持ち。格闘技好きというか、MMA 好きか。なんかわかるでしょその二人はやっぱ特別じゃないですか。なんとなく。まあ、中村凛也とかもそうなのか。でもやっぱなんか、堀口教授と、まあ、次世代、平良達郎がなんか特別なんですよね。っていう思いは結構みんなあるんじゃないかな。っていうところで、であんまフェアに見れないなっていうところがあったんで、だからこの、まあ、堀口選手とペティス選手か、過去試合とか、 うんなんか堀口選手をね、もうアメリカ人やと思って見ることにしたんですよね。そうじゃないとフェアに見れないんで。で、その結果ね、自分なりに導き出した答えがね、まあ、反対ガチってことになったんですけど、やっぱね、直接対決1回してる以上ね、実際に2人がやってる試合を見たんですよ。まあ、しかも4ラウンドまで行ってるんで、うん、結構ある程度まあもう分かるじゃないですか、流れはどうなりそうかなみたいな。で、大きくはやっぱ変わんないと思うんですよね。 で、前線は、1から3ラウンドまでは、堀口教授がもう完封というか、まあ全ラウンド取ってるんでそこまでは、完封と言っていいでしょう。特に3ラウンド終了時までで、ペティスが良かった場面ってね、3ラウンド目かな一回なんかテイクダウンされた後、一瞬上取り返して、で、離れ際になんかハイキックをね、当たってないですけど、振ったシーンとか、あとは下からの蹴り上げぐらいしか、いいシーンはなかったんじゃないかな。3ラウンド目終了まではね。 まだ4ラウンド入ってから、まあ、お互いいい場面が増えるというか、ペティスがね、もうフィニッシュするしか勝ち目はないってことで、めちゃめちゃ圧を強めて、で、4ラウンド目は特にお互いに最も被弾が多いラウンドで、それでもやっぱり堀口教授の方が当ててる回数はね、まあ、倍ぐらい多かったんじゃないかなって私には見えて、やっぱ堀口教授めちゃくちゃ目がいいんで、ペティスのジャブとかも結構紙一重で避けてるんですよね、ほとんど。一方なんか、堀口教授はペティスの なんか入り際に左のねカウンターのジャブみたいなの当ててそれでペティスがなんか鼻血出てるシーンとかもあったんですけどそういうのもあって当ててる数は堀口の方が多いけどでも全然ペティスは倒れる感じがしねえっていうそんな4ラウンド目ででフィニッシュのちょっと前かペティスのねでも強引に前に来た中でボディーが左ボディーが1回入ってあれもちょっと堀口教授効いたんじゃないかな分からんすけどでも結構いい形でボディーが入ったように見えて溝落ちぐらいのところに。 で、あれで最後の風向きが一気に変わって、うん。やっぱボディが入るってことは距離がかなり詰まってるっていう証なんで、だからクリンチギアの攻防で、ペティスが再三、ね、狙ってた、あの、際のところっすよね。ハイキックからのバックハンドブローっていう、もうあの見事なね、コンビネーション。まあ大体のやつはね、その前のハイキックをね、多少被弾するんでしょうけど、まあ、堀口教授は反応が良すぎるんで、それ避けて、でもさすがにバックハンドブローはもう見えてなくてね、もらっても終わりと。 まあ、ペティスお見事っていうね。まあ、あれはペティスが強かったっすね。まあ、やっぱあれはまぐれではないですよね。どう考えても。うん。当てるべくして当てたというか、まあ、最後もちょっとクリンチギアでいいポジション取ったのはそれはペティスの実力なんで、うん、すごかったよね、あの試合。単純に面白い、あの試合。うん。何回でも見れるぐらい面白い、あの試合は。でね、ペティスはそこから、えー、パトリシオとの5ラウンドマッチでの判定勝ちで王座防衛して1回 ?2 回目か。 堀口教授戦が多分初めての防衛戦だったんで、2回目の防衛だったんか、パトリシオ戦は。でもそのパトリシオとの試合前はね、1年半ぐらい、まあ、けで休養してみたいなところで。で、パトリシオとのタイトルマッチ、制した後は、次ミックス。ミックスとは、まあ、暫定王座。まあ、ペティスが正規王座持ってて、ミックスが暫定王座で、統一戦で。まあ、2ラウンドで決められての1本負けっていう感じのキャリアを進めて。で、堀口教授の方はというと、 まあ、ペティスに敗れた後はミックスに判定負けして、そこから金太郎戦で2ラウンドカタガタムフィニッシュ。で、金太郎戦を終えてからは本格的にフライ級に階級変更して、まあ、小木ちゃんをドミネートしての判定勝ち。で、あとはね、みんな忘れがちなレイボーグとの試合がね、まあ結構ね、めちゃくちゃな流れでね、流れていってしまって、本当はレイボーグに対してね、なんかめっちゃ体重強化してきよって、 バンタムでもいいよって堀口は言ったらしいんですけど、試合のなんか本当にもう3、4日前とかに。ただそのバンタムの規定体重すら、レイボーグの野郎を超えやがってみたいな。だから結局流れてしまって、で、新竜誠とのベラトールフライ級タイトルマッチ。あれは自分のアイポークで、まあノーコンテストになってしまって。で、最後あれか、ライジンでフライ級タイトルマッチに変わった新竜戦で、2ラウンド、バックチョークでの一本勝ちっていう。まあそれぞれが、そんな感じのキャリアをね、その試合した後は進めていって。 だから、ペティスはまあ、怪我もあって、2試合やって、一方、堀口教授は4試合かな。まあ、レイボーグ戦を入れるなら本当は5試合なんですけど、うん、まあ、その試合やってないし、あと、ノーコンテストと、だからその流れたレイボーグ戦除くと、まあ、ちゃんと試合を完遂できたのは3試合か。まあ、でも結構いい頻度で試合はできてますよね。うん、でもね、どうなんだろうな。相手のレベルで言うと、やっぱペティスの方がすげえ高いレベルではやってるよね。その後もね。 パトリッシュからのミックスですからね。もう全然どっちにも負けてもおかしくないというか、うん、めっちゃ強いからね、どっちも。一方、堀口教授はまあちゃんと試合できたのは、金太郎と、大木久保と神、新龍か。相手のレベルの差は正直あるよね。で、ペティスに関してはもう完全にバンタム級の体つきですし、まあでかい。うん、3年前ぐらいの段階でね、平本蓮がまあペティスのいるルーファスポーツだっけ。あのジムにね、練習しに行った時も、 二人のね、オフショットみたいな流れてましたけど、ペティスの方がでかかったもんね、体。うん、だからオフの時期はね、80キロ近くあるんじゃないかみたいな。そんなないか、さすがに。まあ、でも70何キロとかありそうな、体つきですよね、ペティス。だからもう,もう完全にバンタム級ドンピシャのね、体格というか。で、一方、堀口教授はね、まあ、ぶっちゃけフライ級でも小さい方ですからね。パントージャとか、ともね、たまになんか練習してる風景とか流れますけど、まあ、パントージャよりも全然ちっちゃいじゃないですか。 で、ワンとかだと、堀口教授ぐらいの体格で、ストロー級の試合出てる選手とかもいるんでね。で、なおかつ、その流れたレイボーグ戦含めると、一応4回、フライ級の体でね、調整はしてるんですよね。これまで。やっぱそっからバンタムってのがね、どうなんかなっていう。まあでも減量があんまりない分ね、コンディション面でおかしなことにならん気もしますけどね。キレがあるのかっていうところっすよね、結局。 やっぱバンタム級の堀口教授って、そんなグッドシェイプって感じでもないですし、パワーは上がるんでしょうけど、綺麗はどうしても落ちるのかなっていう。まあでもペティストの試合とか、めっちゃ綺麗良かったけどな。最初開幕のなんかも、インローとかもめっちゃ早いし、すげえ動き良い,いように見えたけど、でもそっからそんなね、なんかすごいいい動きしてる試合。なんだろうな。うーん。 いい動き、ちょっとダメな動き、いい動き、ちょっとダメな動きみたいな感じで来てるような気もするな。ペティス戦は負けはしてしまったものの動きすごい良かったし、ミックス戦はあんまり動きは良くなかった気がするんだよな。勝った負けたとかの以前に。で、金太郎戦もまあ、あんまり動き良く、良いようには見えなかったけど、大木光戦すごい良かったし。で、新流戦大晦日の新流戦、ぶっちゃけそんな動き自体良くなかった気がするんだよな。なんかスタンドでちょっと危うい感じだったし、 なんか打撃のスピード感があんまなかったような気もした。から、今回どうなるんかっていうのはちょっと分からん部分もある。まあ一方、ペティスは結構安定してるかなっていうところもあって。で、今回はその3ンドでリングっていう、ライジンルール。それが特別堀口教授に味方するとも、正直思えないですけどね。うん、ホームだからって別になんかそんなめっちゃいいとは思わないですけどね。言うても堀口教授もまあアメリカの人なんで、もう今はね、ほとんど。 普段から別にリングで練習してるわけでもないでしょうから、そこは別に何も堀口に有利には働かないと思いますけどね。もちろんペティスもね、コーナー際でテイクダウンとか取られて、立とうとしたらすごい困惑はするかなと思いますけど、いるいるですしね、ライジンのあのリングのロープとかね。かケージみたいに、ケージに沿って立つみたいなのは多分できないと思うんで、そこは混乱するかなと思うんですけど、でもスタンドの勝負だとやっぱ距離集まるんで、堀口教授もいつもみたいに、 まあフットワーク、ケージほどはあのフットワークは生きないんで、で、体はペティスの方がどう考えてもでかいから、前みたいにガード上げて前進されたら、あんま逃げ場がないっすよね。回りきれないというか、捕まってしまう可能性は全然あるかなっていう。だからリングってのは特別どっちかに有利に働くとは思えない気もしますよね。打撃の際はペティスに有利に働く気がするし、組の際は堀口教授に有利に働く気がするぐらいの感じで、うん。 だから堀口教授が組を積極的に使うなら、まあ、組に行きやすいとも言えるし、逆に。でも MMA においてね、まあ基本立ちから始まるんで、やっぱスタンドの勝負のね、割合も多い中で、その打撃の圧はやっぱ、ケージでの比ではないと思うんで、しかも当日体重ってのはおそらくペティスの方がね、まあ、どんなに少なく見積もっても5キロ以上は重いと思うんですよね。大体あのクラスだと70キロ以上とかまで戻すでしょう、当日は。 で、堀口教授の方は65キロ以上とかあんま戻んないと思うんで、普段からだってそんなもんなんでしょう。それ以上多分戻んないと思うんで、か当日体重はめっちゃ少なく見積もって5キロ、多かったらもう10キロ弱ぐらいまでは開くかなと思うんで、だから余計だからスタンドの時の圧は感じるでしょうね、リングだと。ただそれでもやっぱ組にはかなり差があるように思いますよね。結局、堀口教授次第のね、試合ではありますよね。 あんまペティスが判定で勝つのは見えないかなっていう。まあでもここまで話してるのはあくまで一戦目と同じようなコンディションでお互いが望む場合ですけどね。これ堀口教授のコンディションがめちゃくちゃ悪くなったら全然今の話は関係なくなってくるんですけど特に組み技に関しては全然ねアドバンテージ取れなくなる可能性すらあるんですけどまあでもね仮に一戦目ぐらいのコンディションでお互いが望むならペティスがあんま判定で勝つのは見えないかなっていう。 フラッシュダウンぐらいだとやっぱ堀口教授が組で圧倒できる展開の方が多いと思うんで KO せんことには3ラウンド通してのゲームメイクでペティスが堀口を上回るとはあんま思えないなっていうのはねまあここまでの両者のね試合とか見る限りは思いましたねまあいろんな試合見た上でそう思いましたねただペティスにはね変則的な打撃もそうですしめっちゃタフだしでスタンドの距離設定は巧みだしね 呪術的なムーブもうまいんで、組みに行ってもうまく逃げられて、いい展開を作らせてもらえないっていう可能性もまああるかなと思いますね。ただ、それでもやっぱね、トータルで見たら、堀口教授の方が上回ってる部分は多いなって思うんですけどね。単純に階級関係なく、1MMA ファイターとして見たら、堀口教授の方が全然上だと私は思いましたけどね。打撃もやっぱ前線当ててる回数全然違ったし、結局一発っすよね。ペリスの 弟、うん、なんか当ててくる可能性全然あるし、もうそれさえもらわなければってところに落ち着くよね、結局。うん、で、判定がちゃないとか言いましたけど、まだ堀口教授がなんとかフラフラの状態で立ってるみたいな感じだったら、それはペティスにつくと思うんで、わ、まあ、かんないっすけど、まあでも普通になんかゲームコントロールして、負けるみたいなのはあんまり想像つかんかな。うん、負けちゃう場合は多分 KO されてる気がするな、堀口教授が。で、あとでもね、ペティス目線で見たら、 堀口教授の警戒すべきポイントは前より増えてるでしょう、多分前はタックルあんま警戒してなかったと思うんですよね、それよりも打撃、うん、朝倉海戦を経ての堀口教授戦だったんで、まあ、カーフキックとか、基本打撃をね、やっぱ警戒してたと思うんですよね、飛び込みの。だからあんなにガード高くしてたんだろうし、で、際の打撃をひたすら狙ってたっていう、飛び込んで絶対来るんで、そこの際を狙うっていうのを、多分やってたと思うんですよね。 ただ今回は絶対タックルをね、警戒するじゃないですか。まあ今の堀口教授はね、かなりグラップラー寄りというか、うん、前よりも全然組にね、シフトしてってるんで、打撃よりも結構タックルを警戒する方が多くなるんじゃないかな、ペディスは。その分ガードは絶対下がるし、だからこそ堀口教授の打撃は前より入る可能性もあると。ただタックルをね、警戒されたら前みたいに取れなくなる可能性もあるから、逆にね、打撃勝負になる可能性もあるっていうね。 おもろいよね。どうなるのかっていう。作戦次第で全然試合内容変わりそうっすよね。っていうね。まあ、できるだけだからフラットに見た感じ、まあ私は堀口教授判定勝ちが一番硬いんじゃないかなと思いつつ、でも全然負ける可能性もあるかなっていう。うん、まあ、負けたらね、一つの時代終わっちゃうのかなっていうところあるよね。これだって負けて UFC でフライ級なんてもう無理でしょう、どう考えても。うん、そんなね、甘くないよね、多分。 そそもそも USC は30歳以上のベテランってあんま取らないと思うしあんまりうまみもないしね堀口教授をフライ級でね囲い入れても今から、うん、日本人っていう枠で見るなら平達郎と鶴レ,レイもいるしで朝倉会も多分行くでしょうってなるとねそうまでして必要あるかってなると結構厳しいものがあるしで今回負けるとしたらしかもかなりのダメージを負うでしょうから仮に行ったとしても割とあっさり負けてしまうような気もするしね だからこれ勝たないとね、本当に砕け散ってしまうかなって思いますね。同じ相手に2回負ける、それはもうそういうことですからね。だからこそ、もう今から緊張するし、当日もものすごい緊張感なんでしょうけど、まあでもそこでね、ペティスが勝つようなら、もうそれあっぱれとしか言えないよね、もう。うん。まあ楽しみだしね、今年の MMA の試合でも、まあ一番楽しみだし、一番手に汗握ることは間違いないよね。 でどういう結末になったとしてもね、泣いちゃうかもね。じゃあそんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。